我 Type C 穿的最少、哦。支配你、欸，很久没有回到夜总会了。啊？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。这个少爷蛮帅。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。中国人，矮矮的，有点邋遢，是李先生吗？应该不是吧？来的应该不是李，是谁呢？支配人、いかがいたしましょう？那就见一下喽。すぐ行く。马上过去。ご案内します。こちらへ。跟随服务生。啊，我不用跟随啊，我自己走比较快吧。我、哦、没有办法，我自己走好像也是走路的。台北李先生了。どうかしました？我还可以撞他哎、欸。まず、一点、一点。まず。啊，哇，这个中国人有叫小姐。支配人、こちらのお客様です。こちらの客様です。お呼びでしょうか？ああ、私ね、支配人さん。来这边喝免费的酒。闇医者、なんてやったんか。グランドいいお店、全部支配人さんのおごりね。感觉我们一千万瞬间要喷掉。喂，ここはもうえ、俺がこのお客様の相手する。それと、拜托不要喝太多啊！喝太多我只好，我只好翻脸不认账啊！哥才刚拿到一千万。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああいいよもう。いいよもう。こっちの方が人数多かったし。あなた本当強いよ。李さんも顔負けねえ。你讲话可以不要那么逼急吗？你有点想打你哦。你要喝的酒是我的钱哦。おい、酔っ払う前に。喝醉前先说事情。その理由どないした？ああそうそう、私李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私伝言頼まれた。拜托我传话。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。李の電話なんや。ああなた、これからすぐ店抜けられるか。马上离开店。なんで？なんで？お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家。室友要对我不利吗？いや、蒼天堀沿いや。あ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけ。私、伝言伝えるだけよく知らないよ。そうか、分かった。そうか。あんたはこのまま。哇，爱喝多少喝多少，不是吧？我们决定拿一些红茶给他喝。交代店员把红茶拿出来。还有，没有煮过的开水。啊，不对，煮过就叫开水，没有煮过的自来水。做事真是拐弯抹角。先离开店。好吧，那我们听他的，离开店了。所以有人要对我不利的感觉。勒索哥就在门口，但是好像出去勒索哥的位置会 reset。一亿我一定不认账哦。这个喝完一亿，我一定是装死，绝不开玩笑。马吉们，马吉们，哇，直接叫流氓。他头上那个是被我们打的吗？どっかで見た顔や思っとって。在旁边怎么会有耗子？怎么在旁边啊？グランドの支配人マジマゴロ。在旁边有一个没穿裤子，你们没看到吗？好吧，先开打。どちらさんでしたっけ？どちらですか？わしらんことはどうでもええんや。死小妹。哇，叫死小妹听起来有点好像在骂人。金币哥啊！お前ら！之前那个丽赏就被他枪击了。女さらいに来た連中。何？
还在旁边啊，还在旁边啊，金力哥，金力哥好抢戏啊，金力哥。余裕かましよって。何笑っとんね。なんであの子が狙われ。金力哥在 OB， 他在观战。やっとわかる。OB 加加。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな。今日はそうもいかんで。金力哥等你看片片，蛮有道理的。わしらもなりふり構ってられんのや。金力哥是要加入战斗是不是？还是真的刚好站在旁边呢？好了，讲那么多还不是要打？我们先用武者把他们干掉，然后开麦换干家哥。好久没用干家哥了，来喽！哦，地图上王是紫色的，我靠，我靠，我靠！等一下，等一下。不公平啊！你这样用枪打赤手空拳的人啊！我要先把拿枪干掉，这样真的不行。我先把那个大石干掉，大石就拿枪了。好，大石死，大石死。好了，那我换风格了，干家师啊，来了。干家师拿武器，干家师啊！啊靠靠靠，没拿到。好像怎么还是被那个来了，久违的干家师，搞感觉跟拿盆栽是一样，换个武器，换个武器，拿脚锥，脚锥也是超痛。来了，呜呼！哎，怎么好像跟我拿的那个三角锥没什么关系？哎，打这场200多万哎，还不错。金力哥还在，耗子，金力哥你在这边，你以为我们大家看不到你就对了。到底金力哥是主线会出现的吗？强的不像话！我可是知名实况者。そっちも聞きたいことがある。きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ？支配人。佐川。啊。佐川。老板来了。我老板意见很多，老板会不会找我们查？我还怕老板哦，完完全全没有紧张感。不是啊，金力哥，我们还没有看片啊，你先去旁边等一下哦，不要出现在画面，这样我们很没办法入戏耶。一点热血的感觉才刚累积起来，瞬间就掉下来。完蛋，我妈说老实话，问我们找到木川时，我们骗他。けど夕べお前ネグラに戻らなかった。哇，佐川不是笨蛋ね。てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな。見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。剩下就只是杀掉。でも早いに越したこと。我们要不要直接问他为什么要杀木川氏？ならもうええでか。不能问。無駄話しとる暇ないんで。啊，问了就会，他就会气。話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。あ？報告、連絡、相談。上司と仕事する時のいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上ですが。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら。要跟你商量，不如找个电线杆。哇，蛮呛的耶，真的。哈，好吧，那我们还是赶快去住处看一下。我靠，前面是勒索哥啊！不行不行不行，现在应该打不赢他。哎、欸，这边，我靠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 ，走开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 ！等我强一点再打你哦。好，可是勒索哥挡住我。好吧，那我从另外一条桥绕过去啊。慢慢来，慢慢来。我、哦、打一下醉汉，打一下醉汉，醉汉还蛮好玩。哎，阿咩？阿咩？口が臭いんだよ。行くで。哎，血量太少，没办法对他放击。真岛应该是关西枪吧，但关西枪、欸，大阪是关西枪吗？
这个日本文化我真的，哎，又卡片，又卡片，在哪里？卡片在，应该是越接近频率会叫越快，对不对？哦，看到，找到啦！朝仓 Type A。绕过去了，绕过去了。路上是超多流氓。哎，你被拦到了，逼我的哦。不能放弃，我靠！好久没有用干家师的那个技能了。哦，啊，刚刚没接到。一个肘击，膝盖肘击，那我要怎么把他摔下河里面去？我把他逼到墙角啊，来不及啊，没按到，还在研究哎。如果在桥上，哎，我血有点少，我补个血好了，顾着研究，血都没了，少量金。有啊，有片片啊！你是第一次看我们播这个游戏吗？靠靠靠靠靠！怎么靠背嘞？为什么那手工又走过来啦？我还特地绕路耶！存个档，存个档，那手哥打不打得赢啊？真的会打不赢那手哥，我跟你说。我如果用舞的那个，我如果用舞蹈打得赢吗？我先切成舞蹈。我抓住他，拖到墙边。现在要先按三角形，是不是？打了首歌，打打看啊，打不赢就独打啊。我又没钱了，给我一些零用钱。我靠！啊，看错，又错那个。啊靠！然后我要换风格，那我换个风格好吗？哇靠，也太痛了吧！补个血，补个血。靠！我还没有换到风格就要死啦！有我血量有明显变多，有机会哦，有机会被打死，气要不死。我的1200万啊！我的1200万啊！独挡，独挡，独挡！不要开玩笑了！啊，窄路，窄路！我想说，哎，依照这个气势，我一个啪啪啪。他就要死啦，结果，所以我要去闪躲他就对了。好了，不管了，不管了。刚刚什么事，大家就假装没看到啊，一个默契。我死不过又在旁边，等我血量多一点再跟他打。先回家先。哎呦，这个妹子，算了，长得像充气娃娃。山丘山是什么意思？是帅哥的意思。我要怎么进去？这边刚刚那边应该可以进去。那首歌抢的地方就是很痛，而这个我好像也知道，谢谢你提醒啊。リカ，我还换外套啊。あれから怪我の具合はどうや？お前
痛み忘れるコツ知っとるか？忘掉疼痛的秘訣。がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らなわしらどこまでも追われるんやで。我是社長，塞特萨是社长。痛み感じたら暇ないわ。所以那是什么翁董、陈董那种感觉。翁董你又来啦。それよりお前ここどないなっとるんや。あ？何のことや？このアパート。そこら中から見張られとるで。あ、对啊，我们之前就发现有被监视。少なくとも四箇所から。是不是要换地方啦？よう気づいたな。お前、まことのこと隠しとんのバレとんちゃうか？いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは。俺の雇い主の。お前の店の周りもやで。わかっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部よ。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるのは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザや。这边要跟立赏稍微解释一下，为什么会被监视？大阪で買われとる今かて、いつ殺されてもおかしない。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏は持っとるもんや。けど、せやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにええルートを教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の審査室の奥に隠し道がある。所以我们要去回去一边唱快。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられる。这边建筑很奇妙，动不动就暗门。もし尾行されたとしても、道その隠し道使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し道なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。所以我们要利用那个暗门，然后逃出去跟小石会。そこを抜けたらあとはまっすぐ。哦，好久没有遇到小石啦，赶快去找他。そこではしとこう。感觉一天跟他没有相见。わかった。しゃあねな。他拿这个袋子里面是什么？无印良品吗？而另一个袋子出现。装作随便在路上晃，来看看监视人在哪边。瞒过监视者的耳目。不是啊，外面就一个勒索哥啊，太苦了吧？是监视者吧？是佐川的手下吧？常常看到。不是啊，旁边还有勒索哥。啊，跑掉，跑掉。跑掉。不过现在就顺利跑掉了吧？好像就顺利跑掉嘞、欸。哦，前，哎、欸，哇，电话卡。哦 ，Type B， 真的是越后面的 Type 穿的越少。要到了，不要拦，不要拦住我，不要挡我。行动范围已经全被盯上。今日もえらい疲れた。哇，这边演呢。早いとこマッサージしてもろて。排毒一下。バキになった体をほぐしてもらいたいわ。舒爽。趁这段时间找暗门，我还要自己找，好吧，来找一下。暗门被柜子给挡住。暗门被柜子给挡住，柜子在这里吗？调查。
哎，蛮简单的嘛，我以为会很难。可是这样不会被发现吗？我一走进去，别人走进来不就发现了吗？要有人帮忙把那个柜子推回来吧。不知道，没想到居然有这种小路。那我赶紧找小石喽。受到监视，我怎么知道这里有人在监视啊？好吧，那走这里，这边也被监视啊，被发现要打吗？哎呀靠，这边有明信片哎、欸，啊不是明信片，电话卡哎、欸，这，哦，古川西，真的穿比较少哎、欸。泳装，跟泳装风，这边可以下去。哦，旁边我们要打红宝石盘啊，这边要救一下了。你再看，哇，他这个骂了脏话，还有台式翻译耶。你再看什么小朋友，想后悔也来不及喽。好、啊，久违的转头头，这样不会死，是蛮神奇。哇，这个表情有够狰狞哎！不愧是前东京黑道，拿个武器。不明针筒，我捡到一个不明针筒。为什么地上会有不明针筒？哦，太好了，好把东西送我了。靠呗，送这个有点烂啊，可不可以送一些好货了？小石，我来日。小石，我来日。小石包还在不在？我还在，还在，他没有跑掉。上次我还帮他买那个嘛，章鱼烧。我进去喽。晚安，晚安。お前んとこの店長もう来たんか？今飲み物買いに行ってて、すぐ戻るって。その封筒は？知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。哇，信封里面难道是令人崩溃的真相？どういうこと？偷拍？封筒？这女的是谁？何が入ってたの？若い女の写真や。同じ女が何枚も隠し撮りされとる。李さんがそんなものを、なんで？よう、早速見とるな。よう撮れてるやろ。拍得不错。但是谁？李。なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したる。さあ、飲めや。李さん还偷摸小石的手。ありがとう、李さん。お前の分もあるで。是什么饮料？维他露 P。李、なんや考えがある言うてたんは、この写真のことか。大体この女誰や？結婚詐欺の常習犯や。結婚詐欺。それだけやない。こいつに貢いとった男は何人か不審死しとる。哎，怎么突然觉得超展开、啊？多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこの下道女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。都很小时很接近，不会是他妈吧？どうなした？啊？哎，真的下药哎！哇塞！
竟然做了我们都不敢做的事情啊！要聞く薬やで、ほんま。リ、お前何を？お前何を？こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。接下来要做的，不能让这个女生知道。少し眠らしとく。あ？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、まことの身代わりや。小石的替死鬼。哦，我们要抓他过来，然后把他杀掉。殺しの依頼した時、哦，很聪明的。その依頼主は何が欲しい？想要是一个尸体。的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。我们因为这样去杀另外一个无辜的人，但其实他也不是无辜，他是诈欺。マコトの身代わりに死体になってもらうや。这是正义的一堂课啊。なんやて。なんて。わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。啊，同一套衣服哎，然后把脸割烂吗？死体見つけた札は身元確認するのにわしんどこ来るやろ。我拿在故意说他就是小石。そしたらわしはこう答える。哇，很腹黑耶。間違いありません。その死体は。这个店长有够坏哎。言うてな。差一颗痣可以把痣割掉。そんな札が調べたらすぐバレるやろ。大丈夫や。女殺した後はその顔を。可是脸割烂不会很不会很可疑吗？弄得连他妈都认不出来。指紋も薬で焼いてあるんや。这样有点此地无银三百两吧？这样有点此地无银三百两吧？お前は这招真的会成功吗？何なんや一体？真的是要这样子去杀他吗？看一下。本当のこと言えや。お前は。你不是寻常的针灸师吧？ただのハリスとちゃうやろ。该不会是黑暗料理界的针灸师？なんとか言わんかい。我又要再打了吗？这个已经被我们打败两次了。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと？大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。いや覚えとったの。せやけど考えてみ。整颗头砍掉可能比较自然。組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんね。道端にでも落ちとるか。半年前。わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。1988年、不知道、发生什么有没有什么变事。こっちも何人かやられとった。但那个时候好像没有 DNA 检验。倉庫におったんは二人。そいつらを始末。无囚禁的一堆衣着半裸的。そこに半裸の女が量産監禁されとった。太爽了吧。鍵開けた途端、みんな我先に逃げよった。先去保险、顺便炸吧。你这很坏哎。一人だけ身動きできんくなおった。それが、ああ、まことや。他没有动。この子は、哇，好可怜哦。見目でわしの手探してな。ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとう繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができなかった。这个李さん该不会根本很爱小石？あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけが。はい、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後は。所以他不是，他是把他当做女儿来看，代入一个情感的代入。その仕草が、あん時の誠と重なり合うてもたんや。マジマ、
わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねん。保護女儿的爸爸，为了女儿要去杀另外一个人，杀多少人都在所不惜耶。哇，最 man 的。それはいいことやないことも分かってる。せやけど、もう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇いの。所以其实杀丽莎要去杀人，我们不用杀，我们只要去回报说任务完成就好了。啊？蠢逼了。極度舐めすぎや。そんな小細工。对啊，我也觉得会穿帮啊。せやったら、他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。该不会真到说我们把老板杀掉？話しまいや。俺はお前の計画には乗らん。哇，真岛直接拒绝。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきた。リさん还要一个激将法，穿着林非凡的一个外套，用一个激将法。なんやかや理由つけて、己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けど。お前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんやポケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけに。哇，又要再打他一次啊！大哥，您被我们打爆我们很多次啦！啊，被我们打爆很多次啊！逼我的李文海要再打一次，不要闹啦！打不赢我的哦！不要以为你穿了林非凡的外套，我就怕你啊！那个第二下就破防，狂喷血！我要 QTE 了！我靠！我靠！赶快躲开，赶快躲开！哇，一个龙抓手哎、欸！哇，痛！我不应该，我不应该瞧不起你的。但是我们血好像没有扣多少血。啊，没按到！啊，没按到！我以为只有一个 QTE 啊！啊，好痛啊！好痛啊！没关系，没关系，没关系。他已经掉了快一条血了。为什么被抓到啊？不要逼我哦！沙发还被我打爆哎、欸！他好像比我们……我靠！我靠！他刚是拿刀子戳我，是不是？真的被整蛊了、欸！要不要补血？啊啊！啊不血不血不血，真的是有点强啊，李文海。我在想要不要换风格，但应该还可以啦。我觉得只要有接到，其实我一套也很痛。但是要躲一下，要躲一下他的技能。啊、靠！刚讲完又被抓到，重点是倒地很麻烦。只要让我开始，啊靠！我在转，他也可以打断哎、欸！行不行？我要从后面转他。啊！完蛋！完蛋！完蛋！不要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 ！不血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 ，这个他两条血，我补个血也是很公平的啊、哦。好吧，我换个风格哈，换个风格。
强打者好像没有很强，干架死。好，干加斯也是很容易被打断的。哦呦，不行啊，不能拿小斯打他啦。我看一下能不能拿小斯打他。不行啊，不能拿小斯打他。我觉得干加斯没有比较强哎。我一近身就被打断了。好了，换武者，那武者应该打得赢他。只要是有接到，应该是打。我靠！最后一下，没问题，没哇！他怎么感觉随时有小刀可以拿得出来啊？强打者不会吗？待会，但强打者没练。没关系，我让我接到，要赢了。哦，我在刚刚找不出那个闪躲他的规律啊。强打者是类似那个嘛？那个童声的那个叫什么？所以到底要不要找替死鬼？この先誠を守り切るには誠の死体が必要や。人家是针灸师，哎，このままやっちゃ。讲到重点啊！いつか誠のとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前に。お前もやられるで。なんでそれがわからんねや。还有其他方法。それやったらそれで。俺が向かってくるも一人残らずぶっ殺したらば。な。あ、爆浪子だ。对。そんなできるわけ。他把照片撕掉了。確かに。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできん。けどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。真是最会猜剧情呢。但他还没有说真岛，还没有说他的解法是什么。对，就是强打者是跟类似火爆浪子，是不是？風邪ひかんように見といたれや。啊，要练球棒。あんたはその子の親代わりなんやろ。就把小石交给你了啊。可是我觉得真岛跟童生真的是很理想面的黑道。应该讲应该不是黑道吧，这是地下警察的感觉。坚持不乱杀无辜哎，有吗？他有说要杀吗？他应该有别的方法吧？何しとんのや俺は。对啊，你看他放弃这个计划，直接把他丢掉。谁啊？粉红色西装？难道有人要代替我？粉红色西装是谁啊？他老板不是穿粉红色的啊，他老板好像穿卡其色的吧？